ねえから一発で決めろよ。はい、行きまーす。よいしょ。よいしょ。はい。いや、真ん中でいい、真ん中でいい。この曲の歌詞が完成しないまま D2 はツアー中の時間を過ごしていた。このアイデアは失敗だ、何をこだわっているんだと、とうとう永久に曲の完成を諦めた。この日の夜、 D2 は全く新しい角度の栄冠を手に入れる。あれ、ここに見せたシルバーのリングじゃない。ジャケの写真とメリハリつけような、ラフな感じがいいね。オフショットはツアー中に撮ってる写真がいっぱいあるし、これはこういう狙いでやった方がいい。いやいや、これで全部しよう。はい、彼はこの夜、11分で後のエフィーブリーストの代表曲となるシルバーリングスを完成させた。おこの後取材だからな。昨日やんなかった。あの地元のジンの。数年後、初の海外ツアーで東海岸を回った時、どの会場もこの曲のイントロのリフが鳴るや否や大歓声に包まれる。オーディエンスの大合唱に全ての音はかき消され、 D2 のボーカルは誰の耳にも届かないほどだった。迎えに来てもらえばよかった。タクシーとか全然来ないんだね。今日からだったんだ。誰？いとこ、レイ。2週間くらい泊まるんだって。なんで？
職業訓練で資格取るって。周りに友達いたらサボっていかないからここ送られてきたみたい。それよりさ、そろそろ出ないと間に合わないよ。いやー、FP ブリーストに会えんのか。 D2 かっこいいから。バンドの前ではしゃいで素人だと思われるようなことしないでよ、うん、はい、これお釣り。これだけ？あー、今度まとめて返すからね。何買ってんの？これいいね。っていうかさ、ほんと何にもないけど、服とかどこで買ったの？最近モールできたから、そこで。え、どこ？純之助は当時、メグにほのかに好意を持っていたが、このあと何年もの間、不意にこのアイスを持ったレイの姿を思い出すことになる。14年後、出張先で滞在した町に、離婚して旧姓に戻ったレイが住んでいることを知った彼は、SNS でメッセージのやり取りをした後に彼女と会う約束を取り付ける。しかし、レイはその場所には来なかった。私たち今から取材行くんだけど、一旦家まで送ってくから。私も行くよ、暇だし。お母さんも帰ってると思うし、興味ないことに付き合わせるの悪いし。別に興味なくないよ。あの作ってる雑誌のやつでしょ。興味あるよ。遅かったね。ちょっと待って。あれ、二人って言ってなかったっけ？すいません、あの急遽。よろしくお願いします。まあどうぞ。ジンの最新号です。あ、本当は人数分持ってきたかったんですけど、製本が間に合わず。すみません。あの送ってもらったレビューすごい良かったよ。俺らってエモの文脈で語られることが多くて、ああいう風に書いてくれるのあんまないからさ。それ書いたの僕じゃないです。ちょっとこれ、事後予告でうちらのインタビューの告知してるよね。あ、こういうのちゃんと載せる前に確認してくんねえと。すみません、あのまだ訂正できるんで消します。いいじゃん別にそんな細かいこと。こんなん誰も読んでないって。読んでますよ。地元のライブハウスでも大きいイベントの時は物販に置いてもらってるし、通販で頼んでくれてる人だっていっぱい。こう言っといた方が丸く収まるんだけどな。他には？あの今回の長いツアーの中でバンドサウンド全体がより強固なものになってきてるとの声が上がってますが。それ誰が言ってんの？それは掲示板です。ライブが終わったらすぐにファンがその日の感想を書き込んでます。なので次のアルバムではそのあたりの経験が反映されたものになって、俺らにとってその経験が一番の敵かな。
馴れ合いの中で生まれるものってつまらないじゃないですか。だから曲作りでも、あ、同じことしてるなって気づいたら全部捨てます。ガキの頃、初めて楽器に触って夜の演奏を常に目指してるね。あ、では明日のライブについてですが。いや、そっちいないからな。すみません。うん。あ、でも帰る頃にはね。ねえ、ちょっとやめてよ。いや、邪魔しないようにしてるじゃん。ちょっと来て。お願いだから何もしないで。ベーシストはレイの顔が D2 が好きでずっと思いを寄せていた女の子に似ていることに気がついた。よく髪色を変える子で、本当の自分の髪が何色なのか本人も分かっていなかったのではないだろうか。その子は結局ベーシストである自分と数ヶ月付き合った末、どこかに行ってしまった。自分はまだここにいて D2 と一緒にバンドをやっている。いい加減にして。え、私のせい？書きたいこと書けばいいじゃん。何言ってんの？音楽が好きなんだったら思ってたのと違っても好きなように書けばいいじゃん。これこれからのツアーの宿泊先。あ、原稿上がったらファックスしといてくれる？ファックス持ってる。明日までにあげて会場持っていきます。間に合うの？まあそうしてくれたら助かるけど。はい。忘れたから戻るわ。え？急いでるんでしょ。私適当にヒッチハイクして帰るから先行ってていいよ。でも おい消すなって。いい加減にしてくれよ。寝ないんだって。明日でいいだろ D2。 今思いついたことって今しか書けないんだよ。あれ、ここに置いてたシルバーのリング知らない？どこだっけ？なくなったシルバーリング。あ、なくなったシルバーリング。オールユアドリーム、オールユアドリーム。
シルバーリングス。おい、うるせえって。うるせえよ。ロス&ファンド、ロス&ファンド。ああ、誰かいる？猫かなんかだろ。自分たちにとってアルバムって記念写真みたいなもんだから、山とかさ、海とか行ってみんなで写真撮るでしょ。それと同じなんだよ。この時あいつこんな服着てたなとか、山行ったなとか、後で見てその瞬間が記録されてるだけのものだから。地雷地雷について聞かせてください。この曲は最初に6分 A メロが繰り返され、7回サビが続くという得意な構成を持っていて、ファンの間で様々な考察を読んでいます。この曲は A メロができてめっちゃいいなっていう話になって長くなっただけ。うん、いや俺らも数えて決めてるわけじゃないから、その回数とかただの数字だし。メグはこの夜、他人の音楽についてではなく自分自身のことについて書き始める。それは彼女にとって初めての経験だった。自分の熱意とは違う成り立ちの思いがあることについて、遠くから見ていれば分かっていたはずのことが近づきすぎると分からなくなることについて、それはいくらテープを巻き戻しても戻ってこないことについて、その短いエッセイは彼女の陣の次の号の冒頭に掲載されるはずだったが、その号が完成することはなかった。ねえ、ライブ行かなくていいの？うん、どうしようかな。今日は私がおごってあげるからさ、どっか出かけな。でもお金持ってないんでしょ？それまずいって。大丈夫、私バレないから。ほら行こう。レイが持ち出した装飾品がなくなったことをメンバーたちが特に気にすることはなかった。最近着なくなった服がどこに行ったか気にしないのと同じで、メンバーにとって物は人や時間と同様に自分たちの周りを通り過ぎていく。でもそれはただ失っているわけではないのだと、若さの割にあまりに多くの経験をした彼らは知っていた。どうぞ。レイが持ってきたアクセサリーはリサイクルショップで1回分の満タンのガソリンと2回分のランチ、2人分の映画のチケットとポップコーンに姿を変えた。この後はまたメグが奢らされるのだろう。二十数年後、二人の子供を連れて海を見ていたメグの頭にふとエフィー・ブリーストのシルバーリングスが流れてくる。だがその時のメグにはその聞き覚えのあるメロディーが誰の何の曲なのかは思い出せない。当時の自分と同じような格好をよくしている二人の子供はあの頃の自分と同じで、急に笑ったり急に泣いたり、何かに夢中になったり飽きたりを繰り返している。